はい、こんにちは、シリカブです。電波人間の RPG2 やっていきたいと思います。今回は海底トンネルです。ということで、まだ行ってないところをね、行ってみましょう。前回が1回あたりを半分ぐらい、探索したんで、今回はね、もうクリアしたいですね。で、雑魚敵もなんかね、ガンガン来るような、なんか3と比べたら、なんか来るような気がするな。雑魚敵もどんどんね。宝箱は3つもある。見切りのマント。装備していこうよ。背中、布袋を、見切りのマント。だけど布袋が、ドロップ確率が上がるので、装備しときましょう。まだね、装備も、あんまり、できてない状況ですけど、クリスマスコサージュ。クリスマスコサージュ。回避率が上がるね。防水のマフラーとかもあるな。首防水のマフラー。まあ適当な感じだけど、まあ装備を。できるやつにさしとこう。前掛け。お、防御上がる。なんか装備をね、なかなか、三つぐらいゲット。ということで進めていきましょう。これで次の、右はなんだ?ちょっとね、今までの電波人間シリーズの実況と比べたら、少し気持ち長めになるかもしれないんで、まあ、その時は飛ばし見てくれたらありがたいと思います。トンネル確か電波島続いてる。何のため?聞いた、殴られた。地底人が誘拐されて、無理やり働かされておりますね。これでトンネルを掘らされてます。アイテムゲット、なんか死んでるのか。あ、生きてた。し、お前うるさい、ダメ。俺ちょっと土食って休憩中。地底人は土を食べるんで。あ、このまま進めていきましょう。あ、まだ追いかけてくるな。お、回復の泉?ダンジョンの外。回復はしない。あら、だけど、これどう行ったらいいのかな?あ、ここが?鉄の鍵が効くね。私綺麗。だからあいつら連れてきた私美しい罪。美しい。ここ捕まってる地底人だけ、町女子供ここに集められた。ハートの超過。傷薬プラス。あ、こっちも上に上がれるな。あ、なんかいる。ん?なんだあれ。アクア棒。なんか強そうなのいる。ちょっと嫌な組み合わせだな。アクアボー。あ、攻撃力あんな。あ、でも体力はそうないのか。まだ倒せないか。これで倒した。お、得直し。なんかいじめられてる。いじめられてる。頭なんか抱えていじめられてるよ。なかなか強いな。回復もっと買ってくればよかったかもしんない。やれた。よし、倒した。
助かったあいつら俺いじめてたひどいやつら俺港町仕立屋やってる服とかあるよかったら来いじゃあ仕立屋さんでしたこれで町に戻ったらなんか服が買えると思いますでここは先ほどの宝箱じゃあ右かななかなか広い海底トンネル。お。おや、話し声が聞こえますね。何やら、なんかいる。けけけ早く作業しろ。お前たちに休んでる暇なんてないんだ。働け、働け。働け。ちょっと、あなたですか。地底人たちに無理やり穴を掘らせ、女子どもをさらっているのは。なんだお前あのお方の計画を邪魔する気か俺に立てつくことはあのお方に立てつくと同罪だ覚悟しろあのお方あの方誰やあのお方はよし倒すボスハンマーアンコウの登場だドクドクシグナル雷がもう使えない聞こえていく叩きつけナイアガラブレスうわこの野郎こっちもレベルがだいぶ上がってるからね叩きつけきたうわやばいやばいよやばいなヒヤッとするな AP 回復しとけばよかったかなダメージ APアンテナパワー使う。アンテナパワー。一体体力どれぐらいあるのかな。雷かましたる。叩きつけきたもう一発きたうわーやられた主人公がやられてどうするそうだ復活だ雷効く毒にならないこいつならんのかな毒に雷ぶちかましたるミレンちゃんで来るなまだかよし、雷、これでとどめだまだか毒になれならない なかなか手ごわいハンマーアンコウナイアガラブレス来たまだかお感電したねいいじゃないおお感電強っいいね鍛えた主人公うわー復活感電ダメージでかいな。だけどまだ耐えてやがる。あ、雷がもう使えない。ここでまたアンテナパワーで。もう毒々シグナルは期待しない。かからないあれ。あ、来た。これ、いや。
これや。まだか。なかなかやな。なかなか、タフいな。うわぁ。主人公のアンテナパワーもなくなった。もうここらで倒したい。114、来たぁ。3桁ダメージ、来たぁ。うおぉ。感電で44。まだそれでも倒れない。それでもまだ奴は倒れない。だけど、アンテナパワーでだいぶ AP が回復してるんで、雷をバンバン出せる。これ、電気アンテナ連れてきてよかった。よし、倒した。手強かったな。14レベル。13。14。13。13。14。ハンマー泣かしい。そう、まさか電波人間に負けるとは。お役に立てず申し訳ありません。よし、クリア。センキュー。最後のセリフは誰に向けたんですかね。このトンネルがつながる先に何か手がかりがあるといいんですが。あ、ボスを倒しましたが、さらに上のボスに何か誤ってたな。お前あいつ倒した。これでみんな自由。感謝。お前先行くか。お礼する。トンネル完成させる。待ってろ。まだ頑張ってくれるのか、君たち。ありがとう。お、開いた。おう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 。ありがとう。出口完成。これでお前先行ける。俺たち待ち帰る。じゃあ。ありがとう。ここから出るのかな？赤い服がある。おう、ありがとう。うわ、出てきた、いきなり。え？上と下にまたなんかあるな。宝箱をね、取っていった方がいいもんね。装備とか入ってるんで。煙幕。テレポーター。無敵バリア。聖水。アイテムいっぱい。俺休む怒られる。あの見張り倒したお前。もう掘る必要ない。せっかく電波島掘り進めた。掘ってくれとるな。下も宝箱があるね。おそらく。下は何もない。釣り場か。ここで釣りをするのかな？このまま右行って脱出ができるのかな？んだ？ここはもしかしたら、ここは僕が昔住んでいた電波島の地下ですね。おお、地下。ここは電波島の地下になります。あ、出れた。え、電波島ですね。元住んでいたところに来ると感慨深いですね。おお、ここ一帯は危ないという噂があったので急いで引っ越しをしたんですよ。なるほど、ここはなんか敵が強いのかな。おっ、おお、襲ってきた。おお、なんかガンガンに襲ってくるな。焼きもろこし、これ美味しそう。焼きもろこし美味しそう。お前食べちゃうぞ。あ、でも体力あるな。強いな。51くらった。うわ、ガンガン来る、これ。ちょっと逃げたい。うわ、逃げきれない。素早さが足りないのか。これ全滅するぞ。おい、痛い。逃げる、逃がして。あ、逃げれた。よかった。ちょっと待って、わあ。一回電波島、あれか、電波島ってか、
戻るか。戻ろう。はい、ということでね、なんか海底トンネルをね、無事ボス倒して出たのはいいが、雑魚が強いんで、とりあえず一回これぐらいで終わりたいと思います。